ぬいぐるみから着ぐるみに変わったということ？中におっさん入ってるね。アイナ、なになに、もうみんなおらんとか？ふっ、痩せても枯れても支部長か。どうすんの？ん、でも支部長ってことはあれ？さっきの S っていうのはザオボーのこと？ S だったら Z じゃない？邪魔するやつは倒す。それ以外の答えがあるのか？そう言えばいいのに、ふっとか言ってないでさ。おー、来た。お子様たち、ザオボー様のご命令だ。お子様って言うなよ。エーテルパラダイスに闇を知ったお前たちには消えてもらうぜ。わー、アイナ、一緒に戦って。もちろん、もちろん。3対3やね。さあ、来いよ。エーテル財団の職員たち。気持ち悪いな。同じ顔が。お、バンバドロ。バンバドロとフェリッパー。おし、行くよ。バンバドロはきっと地面でしょ？ということは月光河で全然いいはず。おし、行くよ。え、今一つなんですけど。え、今一つなんですけど。よし、Z パワーで行こうか。スーパーアクアトルネード。行くよ、月光河。てかさ、エーテル財団の闇とか言われても、あんな資料、よくわかんねえわ。あ、でもそっか、コスモックの方やとしたらまあわかったかな。ではコスモックを使って、あの空間を常に開けるようにってことやろ。あ、効果抜群やん。え、じゃあやっぱり水効果抜群やん。なんであれ今一つやったん？水手裏剣。絆変化。さあ、あと一匹、フェリッパーは雷中で楽勝やろ。行けよ、雷中。え、雷中攻撃した？してないよね。お、来た来た。エレキボール。いやー、かわいいわ、雷中。あれって自分の尻尾に乗っとんかな？おーし、いいぞ、二人とも。眩しい奴らだ。キラキラしてやがる。ありがとう。島巡りでチャンピオンを目指すアローラの子供、恐るべし。そうよ、甘く見てもらったら困るよ。もしこれで全員倒した？なんだよ、アローラのお子様ってこんなに強いのか？いや、私らは特別。島巡りの賜物だとよ。さあ、どいてくれないか。どいてくれた。ふう、ありがとう、アイナに月光が。負けられない戦いって、揺るがない強さがいるんだね。行くぞ。仲良く、ではないが、お前らがいてよかった。ロイヤルドームでのハウの言葉、あれは真実なのかもな。ロイヤルドームでなんて言ったっけ？覚えてないや。覚えてないけど、まあなんかグラジオが変わってきたね。ボッチャマ。お、ビッケ。なんかこう見たらビッケの笑顔も怪しげに見えてきたな。ね。怖いね、なんかこんな純粋そうな笑顔して。ボッチャマ？お久しぶりでございます。アイナさんにハウさんもポケモンを元気にいたしますね。ん？この人はいい人なの？そういうわけではないんかな。リリエのこと何か知っているか？おそらく代表のところかと。なら会いに行く。それだけの話だ。代表ってルザミーネさんだよね。いい人だから話を聞いてくれるよ。興味のない相手なら優しく振る舞えるだろうさ。ただ、鍵がかかっていますから。また？関係ないね。関係ない。何？扉を壊すの？グラジオ、ハウ、早く合流しよろと。グラジオ様のこと、よろしくお願いします。思い詰めるとあっさく考えず、ポケモンを連れ出す頃とか、お二人似ておられますから。お二人？リリエのことかな？コスモックを連れ出したっていうこと？うわ、びっくりした。関係者以外通行禁止です。怒られた。こっち誰もおらんけど見えんのか。ポケモンは元気ですね。元気ですよ。これは何？あ、なるほど。え、こんなところでポケモン変えれるんや。へえ。
で、落ちてるものはもう何もない？オッケー。うわ、なんかまたいっぱい。ザオボーおるやん。何？当選簿？おやおや、下でおねんねしていればいいもの。あなたたちが這い上がったとしたら、次に取る行動。代表に会おうとするのは分かっていたのです。ですから、ここで待ち伏せをしていれば、先ほどのミスを取り戻せます。そもそも地下に行かせたのは職員を集めるための時間稼ぎだったのですよ。這い上がるも何もね、別に倒れてねえし、私ら。ザオ坊さん、鍵持ってるの？ええ、もちろんですとも。だったら、隠れてたら先に進まれることもないのに。ほんとやアホやね。気づいてなかったんかい。ええい、お前たち、お子さんをとっつめるのです。時間がない。俺を助けろ、アユナ。命令。まあ、ザオボーもね、ここに現れてこんかったら、鍵を取られることもないのに。さあ、行くよ。まずは職員たちか。さあ、何と何？お、ブーバー。エレブー。あ、いいね、いいね。ちょっとテンション上がるよ、やっぱり昔のポケモンは。ブーバーとエレブーか。ということは、あ、今回はハウじゃないんやね、私の相方は。よし、水手裏剣、ブーバーに。え、ちょっと、エレブーとゴルバットとか相性最悪やん。さあ、いけいけ。おっしゃー。そして次はエレブー。エレブーとかどっちにも。どっちに対しても強いやん。ね。電気タイプやろ。電気タイプに効果抜群って地面よね、やっぱり。でも地面タイプを持ってないんだ、私。またあれ？ぬいこぐまとかでなんか、よくならん？おー。ああ、ゴルバット。ちょっと待ってね、今私が。とりあえずこの辺の、雇う森できるんじゃない？よし。月光が戻って。一系雇う森。よし。ああ、やめてくれ。ほら、ゴルバットが。やめてくれ。よし、ここは、火炎放射。ヤトウモリ、エレブーに火炎放射。何今の一瞬の間は。くそ。うわぁ。ちょ、おい。グラジオ、おい。ちゃんと別のポケモン持っとる？あ、タイプヌル持っとんか。何やられてんの、ちょっと。よし、行くよ。ここに Z パワー。おー、なんかいっぱいいろいろ。よし、行くよ。あ、もしや。そっちか。待ってよ。私のさ、このタイプの Z 技だって見せたいんだけど、おーい。おーい。やっつけたな。くそ。ち、また地道なパクマン保護活動に戻るのか。いいやんか。お前に負けたことで、暗い感情が生まれたぜ。まあ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 、悪いことをしちゃいけないから。さあ来いよ。ありえないでしょ。お子様に追い詰められるなんて。助け合うか。悪くないな。アイナ、ハウ、ザオボーの相手は任せる。任せられた。人呼んでエーテルパラダイス、最後の最後の砦。支部長ザオボー、今度こそ本気を見せましょう。ええ、マルチバトルですよ、マルチ。おーし、アイナ。レイレイとコスモックを助けるため、ポケモンたちのいいところ、引き出そうね。何よ、それ。そんな無言で仁王立ちをされましても。さあ、来いよ。お、
ヤドラン。ヤドランとレディアン。あ、いいね。さっきからなんか懐かしなポケモンばっかりだね、みんな。そっか、アローラにおらんポケモンを捕まえよるって言ったけん、そういうことかな。いや、でもおるよね。おーし。ここは、レディアンにツバメ返し。はい、効果抜群。マルチバトルってなんやっけ。ちょっと今更ながら。あとヤドランは、ヤドランはエスパー、水？水も入っとるよね。ほら、ライチュウ頑張れ。なぜサイコキネシスを使った？普通に10万ボルトとかさ、寝るなよ。次のターンで寝るんやっけ、これ。くそ。おーし、行くよ。月光が辻斬り。ほら、もう2匹とも私がやっつけた。今の座り込む感じ可愛かったな。お、イワンコがレベル60に上がった。ライチュウ、もう相手はいないんだよ。寝てるし。ハギギシリ。ハギギシリ、言いにくいよね。おし、ここは。いけよ、月光がツバメ返し。一発じゃないんかい。くそ、そこはライチュウがさ、とどめを。おう、ライチュウ。寝てる場合じゃないっすよ。お、ガオガエン。ガオガエン。変わったな。ね、変わったね。最終形態か。へえ、なんか、すごいね。何、そんなムキムキになったの？あんなに可愛かったのに、ニャビー。お、ヌイコグモがレベル46に上がった。ヌイコグモは新しくステミタックルを覚えたい。ステミタックルの代わりに他の技を忘れさせますか？ステミタックルね。命をかけて相手に突進して攻撃する。自分もかなりダメージを受ける。自分にかなりダメージがあるようなのはいいかな。忘れさせない。いや、もう相手はいないよ、そんな。ラリアットとか繰り出しても。まだいるのか。スリーパー。てかもう、あの隣にいるやつはさ、何？もう突っ立ってるだけなの？さっきからザオボウしかポケモンを出してないけど。はい、一発。もう諦めなって。お、月光がレベル65。いいぞ、いいぞ。おーし、勝負に勝った。ギャヒーン。真似してギャヒーン。そんなとこ真似しなくていいんだよ。お。やっとだ。おや、イワンコの様子が。もうかなりなレベルまで成長したね。いやー、なんかムーン版のね、イワンコのやつ。誰やっけ、前にさ、ライチさんやっけ。あの人が使えるって可愛いって思いよったよね。ルガルガンに進化した。いや、嬉しい。可愛い。やっとだよ、やっと。はい、来た。ルガルガン。登録完了。すごいよね。あんな可愛らしい感じからこれになるんで。ビンゴー。同じページのポケモンが全部埋まったろ。ルガルガン、狼ポケモン、真夜中の姿。敵を挑発し襲わせる。肉を切らせて頭突きを食らわせ、縦髪の岩で骨を砕く。縦髪の岩？あれ岩なん？なんかいろいろと怖い説明だけど。ルガルガンは新しくカウンターを覚えたい。カウンターの代わりに他の技を忘れさせますか？カウンターの代わりに。忘れさせなくていいや。うん。覚えるのを諦める。ルガルガンはカウンターを覚えずに終わった。いやー、これからもよろしくね、ルガルガン。お、ヌイコグマも。おや、ヌイコグマの様子が。いや、嬉しいね、進化ラッシュだね。ごめんね、この間、ザオボーたちは待ってくれているのかな。さあ、来いよ。
おめでとう、ぬいこぐまはキテルグマに進化した。キテルグマ、ぬ、それはこういうこと？ぬいぐるみから着ぐるみに変わったということ？中におっさん入ってるね。キテルグマのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ほらもう来てるって言っちゃってるもん自分で。登録完了。なんか顔だけは変わらんのやね。リンゴー、同じページのポケモンが全部埋まったろ。キテルグマ、剛腕ポケモン。仲間と抱きしめ合う癖がある。その力で背骨を砕かれて要去るトレーナーも多い。え、怖っ。要去る？え、それ死ぬってことでしょ？やだ、手放します。うわ、ほら、キテルグマ新しく締め付けるを覚えて、早速私をボキボキにしようと。締め付けるの代わりに他の技を忘れさせますか。それじゃあ、突進は自分もダメージがあるよね。で、締め付けるは？そう、締め付けるね、弱いんよね。いらないや。まあ、その代わり数ターン、相手を、何？攻撃を、出させんようにするってことはできるんやろうけど。ごめんね、お待たせ。なんか無言で去ってったけど。俺、リリエ助けたいからもう行ってもいいよね。超笑顔ハウ。何、どうなのよ。ん、鍵渡してくれたの？ザオ坊さん、鍵ありがとう。いいやつなのか何なんだか。だからお子様は好きになれないんです。何がだからなんだ。あ、ここが前来たとこかな。ザミネさんに会うには1階エントランスに行かないとろと。1階エントランス、ここじゃないの？ここだよね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。